はい、どうも、ゆっきーです。今回は、買ってきましたのはこちら。久々にね、買ってきましたガラムスーリアのマイルドです。ガラムのメンソールもね、購入しました。これね、気になることがあってね、ガラムのこのメンソールの方がですね、なぜか、ここにね、ちゃんとね、タールが 33mm って書いてあって、ニコチンが 1.7mm って書いてあるんですけど、ネットでね、調べるとね、なんか 30mm とか、32mm とか、情報がね、結構書かれてて、よくわかんないんですけどね、あれ何なんですかね。まあ、こっちの方はね、タールが 33mm のニコチンが 1.7mm です。16本入りで値段が470円だったかな。値段がまた上がりましたからね。わりかしね、最近ね。それでは吸っていきましょう。そもそもあんまり売ってるとこもまあね、ないですからね。あんまり。470円。あ、やっぱなんかね、タールが32って書いてありますね、これね。サイトだと。タバコのね、サイトだとね、32ミリって書いてあるんですけど、ここにちゃんと33ミリって書いてあるんですよね。これ何なんだろうな、この。情報が錯綜してんのかな。はい、吸っていきましょう。うわぁ。久々にこれ吸ったわ。甘いし、フィルターがね、甘いんですよ。ものすごい匂いがね、臭いんですけど、昔からこのね、ガラムシリーズはすごい好きなんですけど。やっぱ美味しいですね。ただ最近ほら、値上げとかもあるけど、もともとこのガラムのこのスーリアのこちらの本数が16本で440円とかだったんです。今470円ですからね。20本換算すると、500いくらでしょ。絶対。550円ぐらいは。まあ非常に高い。昔から思ってたけど、高えなって。まあね。最近はね、喫煙する場所も減ってて、今日タバコ屋に、買いに行って、そのタバコ屋の目の前が、灰皿。灰皿っていうかね、喫煙スペースになってたんですけど、そこでこのね、ガラムスーリアの一本ちょっと吸ってきましたが、そこら辺に張り紙があってね、その、喫煙所の近くが道路なんですけど、その道路にはみ出さないようにとか、ね、近隣の住民の方になんか、すごい迷惑してますみたいな。そういった張り紙が非常に多くて。なんだかなーみたいなね。感じしましたけどね。これからどんどんね、また今年の、4月ぐらいにまた上がるんちゃうか。おそらく。まあね。まあ実際マナー悪いやつがいますから、普通にポイ捨てとかさ、歩きタバコだったりとか。まあ、マナーとかじゃなくて、普通に犯罪だからね。不法投棄だからな。特にこのガラムは非常に臭いんで、ものすごい臭いんで、ね、もう匂いで敬遠されますからね。まあ俺は、基本的にまあ、自分の家でしか、部屋でしか吸わないから、あれだけど。すごい人はあれですからね。前見たのが、ゲンチャリで、乗りながら、タバコ吸ってる人ね。いましたけど。絶対危ないからね。うん。だってさ、走りながらさ、こうやってさ、くわえながらよ。これで、うーって走ってんの。で、絶対その、肺とか落とすときに、右手とか使うじゃないですか。ハンドルから離れるじゃん。だからそれで危ない。危ないし、結局ああいう人っつうのは、まあ、大体 GG なんですけど、平気でポイ捨てとかする人間だからな。ああいった、クズみたいなやつは。うん。ねえ、だから、ほら、街中でさ、もう下を見ればもう、ポイ捨て、タバコがね、もう吸い殻が落ちてたりとか。よくありますけれど。東京の23区、3区内は、基本的にその歩きタバコっていうのは禁止なんですけど、まあそれでもやっぱタバコを、だから歩かないでタバコ吸えますからね。うん。だから喫煙所がなかったって、灰皿がなかったとして、歩いてなければ吸ってもいいんですよ。当然、喫煙所じゃないところで吸ってる人っていうのは、絶対ポイ捨てしてますからね。確実にね。携帯灰皿なんて確実に使ってないだろうな。ああいうやつは。100%。いや、そういう、さあ、人間がね、まあ多いですから。だからこう、タバコはね、問題に、ね、なってるわけですよ。うん、まあ当然その、歩きタバコ禁止の中でも、普通に歩きタバコしながら吸ってる人もいますしね。まあ、だからそういう人間がいるせいでこうマナー守ってる人間はすげえバッシングを受けるんだよね。そういったさ、法律を守らない人間がいることでね、やっぱね、ガラムのね、スリアンうまいんですけど、結構喉が、来るんですよ、喉に。このタバコは、特に、口の中とか喉にだいぶ、強力なんで、来るんですけど、メンソール、ガラムメンソールだとね、その、メンソール感があるおかげで、なんかこう紛れるんですよね。まあ俺も基本的にメンソールのタバコが好きで、手巻きタバコとかも、フィルターメンソールにして吸ってますから、基本的にやっぱメンソールは好きですね。うん、まあ夏じゃなくても、普通に冬でも、メンソールは好きなんで。最近はアイコスとかね、なんだっけ、可燃式タバコね、っていうのが、まあ、かなり増えてますけれど。あれも基本的にタバコと変わんないですからね。タバコと変わらないんで、そのカートリッジみたいなのを買うのにも、ね、結局400、70円ぐらいするのかな。うん。あんまり値段としてはもうまた値上げとかも食らってますからね。まあだから、よく言われるのは、タバコってなんかその、百害あって一利なしとかって言われてて、で、なんでそれなのに吸ってるんですかとか、よく聞かれるんですけれども。百害あって一利なしっていうのは嘘です。あれ嘘ですね。吸わない人からすれば、百害あって一利なしなのかもしれないですけど、実際吸ってる人間にとっては、うまいから吸ってるわけで、うん。こう、あれだよね。まあ昔から言うじゃないですか、一服って。あの感じね。吸って、こう、まあ、麻薬みたいなもんでしょ。うん。大麻とかね。最近どっかの国で大麻の、所持が合法になったとか、聞いたんですけど、うん。大麻、合法にした方が結局なんか、政府が管理するので、まあ政府的にも儲かるし、みたいなね。うん。っていうのは、ね、聞いたんですけど、まあ、どうなんだろうな。まあ外国では普通に合法とかって言われてますけど、普通に日本だと禁止なだけで、まあ違法ですけどね。日本はね。でもやっぱ外国だと普通にね、合法だったりしますから、まあ、うん。まあ、麻薬もいいイメージは確かにないんですけど、まあ、多分タバコと同じような感じで、ね、一服とかさ、心をこう、なんかこう、安心、安堵感みたいな。うん。ね、なんか、リラクゼーション的なね。うん。そういうのはあると思う。うん、ということで、4つ星。ご視聴ありがとうございました。